オーシャンソースは、かつて、オーシャントランスが運行していたフェリー。東京港徳島港から新文字港航路2996年に、就航。全客室が二等寝台レストランを廃止し、飲食は自販機のみとした、合理化型船、カジュアルフェリーの第一線となる。2013年10月16日に、新造船投入が発表され、 本船は2016年7月13日の新文字港到着をもって引退。その後、焙船のためゴールデンバード級と改名してモンゴル船籍となりインドネシアへ開港された。さらに2017年に再焙船されインドネシア船籍となる。オーシャン東級フェリー2010年10月2日6時48分ごろ新文字港から 徳島港に向かっていた元船は、室戸岬の北東の沖合を航行中、北緯33度27分37秒、東計134度29分47秒の地点に設置されていた淡竹消島沖 GPS、波浪観測塔不標に衝突した。本船は、衝突に気づかず、徳島港に入港後、左限船ビ部に約37メートルにわたって、 黄色の塗料が付着していることを発見、徳島海上保安部に通報したことで衝突が判明した。衝突により、本船は左限船尾部にサッカコンを生じ、明かり不評はハンドレールが曲存、ソーラーパネルなどが破損した。事故原因は、明かり不評をレーダーで確認後、視認していた元船が継続的な見張りを十分に行わなかったためとされた。 2011年10月15日5時36分頃、徳島港から東京港へ向かっていた元船は、東京港をフェリー布島へ着岸する際、強風に圧流され、操船混乱となり、右舷船尾部が対岸の鉄鋼布団の南側岸壁に衝突した。衝突により、本船は右舷船尾部の外反に覆う損及び亀裂を生じ、岸壁はコンクリート部が損傷した。 事故発生当時、天候は雨で風力7の南の風が吹いており、強風波浪注意報が発表されていた。衝突の15分前には、本線で秒速15メートルの南の風を観測しており、安全管理規定の引き船の使用基準値を超える風速となっていた。事故原因は、強風下の入港操船中において、安全管理規定の遵守が不十分で引き船を、 使用しなかったため、操船が困難となるやつ流されたこと、とされた。ありがとうございます。